はい、皆さん、腕パンくんです。よわからん。はい、どうも。今日はこの腕パンくんとクリームパンのこぶしくんのおばあちゃまが母の日。そう、母の日というわけで、カンナさんが選びました。はい、完全私セレクト、はい、という体のタックンセレクト。あ、そうやね。まあ今日はですね、まあ、せっかく母の日ということでプレゼントをたっくんからあげてるよっていう写真を撮りたいねという思い出の写真を収めたいなということで、それを動画にしていきたいなと思います。というわけで、はい、ひなぞりさん、たっくん、そう、最近ちょっと髪の毛が生えてね、ちょっとさ立てると見てください、皆さん。たっくん、ひなぞりさん、ひなぞりさん、こんにちは。というわけでね、はい、バーバーを呼んで母の日を祝っていきたいなと思います。というわけで、じゃあタックン呼んできてください。バーバー、こんにちは。こんにちは、タックン、バーバーよ。あれじゃじゃじゃ、タックン、タックン、タックン、バーバーよ。だからちょっと不服そうです。なんでかな。なんで、なんでパパが良かった。あれ、じっくり見えてますね。あれ見比べた。なんで、なんで、たっくん、なんかすっごいぼざしが眠たい。たっくん、たっくん、眠たかった。たっくん、あら、ほろはというわけでたっくんからプレゼントがあります。そう、たっくんから、まあ、母の日ということで。わー、わー、素敵じゃな。綺麗ね。わー、かわいいな。たっくん、たっくん何しようって。やっぱたっくんが選んだからね。そうそうそう、ありがとう、たっくん。はい、たっくん座ってごらん。ありがとう。これボールさんだよ、ここ。わー、かわいい。枯れないフラワー。そう、アーティシャクルなんちゃらフラワーって。なんちゃらだって。ママ、なんちゃらって。なんちゃらフラワー。ありがとう。かわいいよな。うん、あら、あれどうした？おちょ。おちょ。しがみついてる。おちょ、おちょ、おちょ、おちょ。じゃあ、というわけで写真撮影をしていきます。写真撮影どうする？たくん、笑顔。はい、ってことで無事にね、写真撮影も終わりました。おめでとうございます。ありがとうございます。たくん。素敵なプレゼント選んだね。本当にありがとうね、皆さん。じゃあね、バイバイ。バイバイ。